アンパ型グルタミン酸受容体は、グルタミン酸受容体の一種。人工アミノ酸であるアンパを選択的に受容することから名付けられた。中枢神経系に広く分布し、記憶や学習に大きく関与する。他の主要なグルタミン酸受容体である無駄受容体が、通常不活性の性質を持つため、中枢神経系におけるグルタミン酸性の興奮性シナプス伝達は、 普段主にこの受容体によって行われていると言える。リガンドであるグルタミン酸を受容することで、非イオンを透過させる、イオンチャネル強薬型受容体である。透過させるイオンは、主としてナトリウムイオンであるが、さほど選択性は強くなく、カリウムイオンを透過させ、またサブユニット構成によっては、カルシウムイオンも透過させる。グラー1、グラー2、グラー3。 グラー4の4つのサブユニットがクローニングされており、これらが集まった4両体をなす。サブユニットの組み合わせについてはまだ議論の余地があり、定説はないが、グラー1やグラー4のほぼ4両体、グラー1、2やグラー2、3のヘテロ2両体同士が結合した2に両体などが報告されている。それぞれのグラーサブユニットには一つずつリガンドを、需要する部位があり、よって、 すべてのアンパ受容体は4つのリガンド受容部位を持つ。このうち2つ以上にリガンドが結合することでイオンチャネル部位が開くとされている。グラー2は他の3つに比べて特徴的な性質を持つ。それは1グラー2を含む受容体はカルシウム非同化性になること2グラー2を含むと整流性を失いオームの法則におおむね従うことである。こういった グラー2の特徴的性質に関しては、次の項目で詳述する。なお、グラー4は、体制期から、洋弱期にのみ発現すると考えられている。グラー2は、他の3つのサブユニットに比べ、いくつかの大変特徴的な性質を持つ。この項目ではその性質について述べる。まず第一に、通常アンパ受容体は、カルシウム等化性であるにもかかわらず、グラー2を含む体は、 カルシウム人お火星になることである。逆に言えば、グラーにサブユニットを含まないアンパ受容体は、カルシウムとお火星であるということが言える。これは、グラーにのサブユニットを構成するアミノ酸のうち、イオンチャネルの振る舞いに大きく関与すると考えられている、M にドメインのあるアミノ酸が、他のサブユニットでは中性アミノ酸のグルタミンで、あるのに対し、グラーにサブユニットだけは非電化を持つアルギニンに、 なっていることが原因である。このため、グラー2サブユニットを含むアンパ受容体はカルシウムイオンを透過することができなくなる。さらに興味深いことに、グラーにも他のグラー1、3、4同様 DNA に書かれた当該部分の指定アミノ酸はグルタミンなのである。つまり、グルタミンが指定されているにもかかわらず、タンパクレベルではアルギニンとして発現しているということである。 これは一般に RNA 編集あるいは転写後調節等と呼ばれる現象であり、このグラーニの現象に限っては QR 調節と呼ばれる。具体的にはグラーニを行動するメッセンジャー RNA 上の当該部のグルタミンを指定するコドンの二つ目の塩基であるアデニンがアデニンでアミナーゼによって脱アミノされてイノシンに変えられてしまい、 そのためトレーナーがこの部分をグアニンと読み違えてしまうことに起因している。哺乳類の中枢神経系においては、ほとんどのグラーにサブユニットが QR 調節を受けているとされているが、若干ながら未編集のグラーにも存在するという説もある。なお、この QR サイトを強制的にグルタミンに戻してやったグラーにサブユニットはカルシウム透過性を持つことが知られている。 アンパ受容体の i、V プロットのイメージぐらいにお持つ受容体の他の相違点としては、比較的オームの法則に従った線形の電流電圧特性を持つことが挙げられる。他のサブユニットのみで構成されるアンパ受容体は、膜電位が負の状態ではオームの法則に従うが、正の状態ではほとんど電流を流さない内向きの整流性を持つことが知られている。これは、膜電位が 生の時、グラー1、3、4の各サブユニットは細胞内ポリアミンによる阻害を受けているためである。かつてはアンタゴニストとして CNQX や DNQX がよく使われていたが、これらは解任酸需要体も阻害するため、より選択的なアンタゴニストとして近年 NBQX がよく用いられる。また、 グラーニを書く受容体に特異的なアンタゴニストとして、フィランソトキシン433やジョロウグモトキシンが知られている。アンパ型グルタミン受容体、非競合型気候薬として、ペランパネルが開発され、抗転換薬として用いられている。アンパ受容体を阻害する新規女の抗転換薬。日系メディカル。 http://medical.nykkeib.co.jp/.leaf/.all/.series/.drag/.update/.201604/.546461.html2016 年12月18日閲覧ありがとうございます